兄が2人いて、結構一緒に外で遊んだりもして、であとはでもやっぱりお絵描きがすごく好きで、本当に絵ばっかり描いてたっていう感じも。父はまあ医者だったんですけど、開業医だったんですけど、でその患者さんにあげる薬の袋にちょっとカッパの絵描いたりとかね。そういう絵がまあ多く描く人だったんで、私はまあそれをまた父に描いてもらったのを真似するみたいな。父親の絵は本当にシンプルな、本当一本線みたいな、そういう絵なんでね、子供には意外とその理解しやすいというか、そういう絵だったので。で、兄たちが漫画本買ってて、でそれが家にあったので、それを読んだという感じです。赤塚先生とか藤子不二雄先生とか手塚治虫先生とか、私が子供の頃最初に好きになった漫画です。アニメーションって映画館で見るみたいな感覚がありましたね、その頃は。だからやっぱり漫画を主に読んでて、それもやはり手塚治虫先生の漫画が多かったかな。赤塚不二夫先生のポスターにも書かせていただいたんですけど、おそ松くんという漫画のキャラクターがいっぱいいて、でそれすごく真似してましたね。もう好きな先生のはもういろいろと真似はしてました。水島先生はその「少年サンデー」っていう、私がその子供の頃から読んでて、赤塚先生とか藤子先生とか手塚先生が書いてらっしゃった、そこに載るようになってて、ですからその池上先生や水島先生っていうのはちょっと年齢が上がってからというか、10歳で 池上先生は「ガロ」という本で発見したんですけど、ですから耳鼻科の、待合室であったんですよ、ガロが。でそれをパラパラっとめくって、池上先生の漫画がすごいと思って、私が読み始めた頃の絵っていうのが、本当に例えば女の人を描くと、その肌がものすごくしっとりとね、見えるんですよね。ペンで描いた絵なんだけれども。だそういうその肌の質感とかね、っていうのも良かったですし、物語はものすごく不条理なんですけれども、でもやっぱ私は本当に絵に惹かれました。池上先生の漫画が読みたくてそれ買ってて、ガロはやはり柘植義治先生はもうすごい、ガロ関係なくみんな知ってるみたいなとこあるんで。その私が大体中高生ぐらいの頃っていうのが、永井先生はやっぱりいろんなジャンルの漫画を描いてて、でなんですけど、やっぱり永井豪の絵っていうのがあって、それはシリアスでもギャグでもやっぱり通底するものがあるわけですよね。ですごいそれに憧れました。だから私もそういう
本当同じ絵で両方いける作家になりたいと思ってました。まあ小学校出たての頃に描いたものとそのデビュー寸前のものってやっぱりもう全然違うもんなんですけど、だから最初は4コマ漫画ばっかり描いてたんです。で、高校生になって投稿した漫画が本当に初めてのストーリー漫画で、それは本当に絵柄は池上先生を目指して全然違うんですけど、でもまあそういう感じの絵で描いてましたね。で、描きながらいろんな先生の影響がとにかくどんどん入ってくるんですよ。で、その度に、まあ、微妙に絵柄は変わるんですけど、そうだな、でも基本にあるのはやっぱり手塚先生なんですよね、そもそもが。まあ、あとは石ノ森章太郎先生もちょっとこう混ざってます。はい。千葉先生の漫画も子供の頃から実はものすごく全部ほぼ読んでます。で、大好きなんですよ。で、「明日のジョー」がやっぱり何て言うんですかね、そのテイストがガラッと変わって、やっぱ衝撃でもあり、で、ただ本当にその千葉先生の漫画っていうのはね、もう色褪せない。子供の頃読んでもすごいと思ったけど、大人になってから読んでもやっぱりすごいっていうね。それは本当にその千葉先生の作家としてのすごさっていうんですかね。それはつくづく、だから本当に尊敬する先生です。そうですね、小学校6年生から中学校に上がるぐらいの春休みあたりで初めてそのペンを買って、で、その頃ですかね、なりたいなと思ったのは。まだやっぱりね、夢のような話なんですよ、やっぱり。だから慣れたらいいな、慣れたらいいなみたいなもんで、で、それで、例えばまあ、描いた漫画をちょっと出版社に送ったりとかするんですけれども、でもまあ、だから本当に絶対になるぞと思ったのはかなり後なんですよね。大学の1年生とか2年生とかの頃です。高校生ぐらいの本当にその投稿した作品って案外今につながってんじゃないかなとは思ってます。まず大学2年生から3年生になるまでの春休みの間に応募作を書いて、で、そのコミック賞に応募したのが入選したので、それで、漫画家にというか、デビュー作がそれも運よく「週刊サンデー」の方に載ったので、意外とそこからトントン拍子だったと思うんですけど、で、大学生だったので、で、学校も行きながら漫画も描くという格好だったので、最初の、「うるせえやつら」という漫画があるんですけど、それは夏休みの間、本当5話だけ、もう5話しかない連載だったんですけど、それは夏休みの間に書いて、で、あとは本当に長い休みごとにちょっとこう「サンデー」の方でも10回連載とか短編書いたりとか、そんな感じでやらせてもらってました。とにかく大学に行くので朝はちゃんと起きなければいけないんですが、漫画はやっぱり夜描くので結構大変だったんだけど、一応担当さんがついてくれたので、「少年サンデー」で、で、その人にネーム見せるっていう、それはものすごくやっぱ楽しい作業なのでね、あんまり眠気とかも感じなかったかなっていう、ちゃんと考えてくれてて。私の勉学に支障が出ないように、土日とか休みの時にこうまとめて、とにかく漫画頑張るみたいな。でも意外となんとかなりましたよね。で、そんなに学校サボらないでちゃんと行ってましたから、
だからそんな無理な要求をされたことはなかったんで、すごく良かったですね、ペースは。はい、まあ、小池和夫先生のその劇画村塾に私は行っていたんですけど、そこでまああの課題としてまあ週に例えば1本自分でこの物語を作れと、例えばそういうまあ宿題があるわけですよ。でそこでこう自分で書いたシナリオみたいなのをが何本かストックがあったので、でまあだから基本うるせえやつらっていうのはそれを使ってるんですよ。まあ、筒井康隆さんという、まあ、小説家がいらっしゃるんですけど、まあ、それですとか、あと、まあ、平井和正さんっていう、それはまあちょっとウルフガイシリーズっていうのがあってですね、ちょっと憧れてて、まあいろいろと読んで、まあ、なんとなくその SF の要素とから、まあ、本当にこう現実の世界と、でそれを、まあ、ちょっとなんていうんですかね、漫画ではない、ちょっとより劇画にこう近いような絵でちょっとやってみたら面白いかなと。もともとそのうるせえやつらでも SF の方をやりたかったんで、その SF ドタバタコメディみたいなのがやりたかったんですけど、その読者の手紙とかを見ているとそっちの人間関係の方をよりその楽しみに見てんだなっていうのが分かったもんですから、じゃあそれはぜひ取り入れましょうっていうことになって、出たての新人なので、まあ、5話で終わってもおかしくはなかったんですけど、まあ、意外とその人気がちょっと出たっぽいので、だからといってじゃあ学校を辞めてやれとかそういうことではなく、書けるときにちゃんと書いてくれっていう、そういうスタンスでやっていただいたんですよ。書くんだったらうるせえやつらを書きなさいという感じでやらせていただいてたので、うん、でそれがまあ大学を出て専業でその漫画をやれるようになったときに、そのうるせえやつらを完全連載するという流れに持ってっていただけたので、でも良かったです。完全連載になった時にやっぱりその、まあ、面堂っていうキャラクターが出てくるんですけど、新しい広がりも持たせようみたいな感じ でとにかく新キャラを出そうっていうのは、まあ、編集部から言われました、うん、そもそものスタイルはそんなに変わんなくて、結局日常生活の中に異物がやってくるみたいなね、そのこと自体は、まあ、全く変わりなくうるせえやつらっていうのは進んでったんで、はい、学んだことはでも本当にその日々書きながら全部勉強みたいなところがあって、最初の担当の方がものすごいいろいろと教えてくれて、話の導入部とかね、まあ、導入部が大切だよっていうのは言われてみりゃ当たり前ではあるが、言われなければわからないし、あと例えばその物語が進んでいって、でそれでこうちょっと雰囲気を変えたかったら別方面の別の人間がこう話をしながらこうその本題に入ってくるとか、なんかそういう細かいこととか、あと余計なコマがあったらこれいらないよねと。でもそれはものすごくもう役に立ってたんで、まあ本当日々特訓みたいなね。でそれがまあやっぱりまあ何巻かやってくると、ある程度その自分の中のリズムみたいなのも、うん、分かってくるので、うん、だからまあ本当うるせえやつらっていうのは本当に、まあ、続けられたのも良かったですけれども、うん、なんかいやだんだん、まあ、自分がその漫画家としてやっていく上でものすごく本当に
役に立った漫画だったなと思います。キャラクターって昔から昔の漫画って結構キャラクターが強くって、まあギャグ漫画だけどやっぱり赤塚先生の漫画でもキャラクターものなんですよね。で手塚先生もね、なんかまあスターシステムみたいなのを撮ってらっしゃるけど、やっぱキャラクターですよ。もともとあるものではあったかなっていうね、その。まあストーリーも大切なんですけど、でもやっぱキャラクターのリアクションの方が、私は大切かなって思ってます。もともとうるせえやつらの2人目の担当だった方が、ちょっと編集部が移りましてですね、でそれで新しい本を立ち上げるんだけどやりませんかって声かけてくれて、でまあそれで私もちょうど大学も卒業のめどが立っていた頃だったので、でまあやっぱプロになったらたくさん仕事した方がいいんで、でまあとにかくじゃあお受けしますということで、でそれが青年誌だったので、まあ、ちょっとそのうるせえやつらよりは年齢を上げたものをやろうということで、でまあ自分はなんとなくやっぱりちょっとこうアパートものというかやりたかったので、まあ、それを企画といっても、まあ、ある程度スケッチみたいなのをちょっと担当者に見せたら、じゃあこれでいこうみたいなことになりという感じで始まったんですよね。最初だからメゾンっていうのは月刊誌だったのでそんなに負担ではなかったんですよね。で大学を出てちょっと経って、まあ、からそれ隔週誌になったんですよ。まあでもまあまあいいペースで、でそれぞれその別のテイストの漫画だからとてもバランスがいいというか自分の中では、だからまあギャグを書いていたらなんとなくちょっとこうそのメゾンみたいなね、まあ、しっとりとしたものをやりたくなり、まあ、そのまた逆もありみたいな、だからものすごくそのいいペースでストレス解消みたいなね、その書くこと自体が、まあ、そういう感じでやれたのでよかったです。私が大学生の頃に住んでた、まあ、デビューもそこでデビューしたそういう部屋がの裏に建ってたアパートがほぼ一国館みたいな感じの変な建物、まあでも意外と佇まいは似てるんですよね。でなんかちょっと窓のガラスが割れたところから本がこうはみ出てたりとか、あと正面玄関の上の窓のところに剣道の面と小手がこう干してあるみたいな、ちょっと面白いだからそれはなんかで、その住民学生寮みたいだったんだけど、その部屋の中とそのちょっと路地があるんですけど、私の部屋の前をこう道路が通ってて、でそこからまたこう生活道路に出れるんですけど、道路の端っこと、まあ、家の中でトランシーバーでこう会話してんですけど、声が丸聞こえなんだね。なんかトランシーバーの意味ねえよみたいな、怒鳴り合ってるだけみたいな、ちょっとそういうなんか変な感じが意外と面白かったんで、まずモデルはいないんですよね正直で、だから本当にキャラクターはみんなもう私の脳内で作った人たち
なので、でもどうやってって言われると困っちゃうんですけど、うん、まあでも本当にまあそういう人がいてもいいなと思いでいるのであれば、どういう生活感で、うん、だからその人のなんとなくちょっと背景とか考えるのも面白いなとかね。私は結構そういう風にキャラクター作っていくもんですから、うん、意外とあの時代のあの辺り本当に境目というか、うん、豊かではないんだけれども底辺ではない人々 でただちょっとやっぱりあの、まあね、職業不詳の人もいれば、うん、まあ、全体にだからものすごくあの恵まれてる人はまずあんなアパートには住んではいないとは思うんだけれども、うん、でも決してあれがそんなに悲惨な環境でもなくて、うん、でまああの辺りから日本もかなりこうグインってこうね生活上がってったりとかもするんですけど、ただ自分の中ではまだなんかあれもありだなみたいなね、うん、そんな気はしてたんですよね。うん、いやでも結構みんな本当に好きですけど、やっぱヒロインの京子さんという人が私は結構本当好きで描いてました。ネームで京子さんの絵を初めて描いた時にね、あ、全然違ってたっていう、私が思ってた人ではなかったと、これが京子さんだみたいな、ちょっとそういう手応えみたいなのがすごい不思議な感じだったんで、やっぱりその描いてて結構いろんな面があるというか、ただのまあ理想のマドンナではなく、まあ、わがままであったりとかね、うん、まあちょっとね、まあ、いろいろ悪い面もいっぱいあるような人なんですけど、それら全てがなんとなく愛しくなるようなそういう女の人であって、でそう見てもらえてたらいいなっていうね、そういう思いを込めて書いておりました。だからすごく私はあのヒロインのことは好きです。単にその、まあ、下宿の管理人で未亡人の方がなんかドラマが生まれそうだなとかね、だから自分の最初のプランではもっとその京子さんという人は性格がきつくて、うん、なんかそういう感じの スタートだったので、はい、だからまあキャラクターがなんとなく変わったけど未亡人という設定はそのまんままあ残ったっていう感じです。あ、大切ですね。だから名前がしっくりはまってないとやっぱりちょっと動かしづらくなっちゃったりとかあるので、やっぱりキャラクターの名前考える場合ものすごくあの一遍名前つけたらもう後に引けなくなっちゃうから、そこは間違わないようにと思って、はい。まあ、ちょっとあのうるせえやつらの場合っていうのはもう1話読み切りでどんどんまああのいけるんですけど、まああのメゾンの場合、まあ確かにそれは読み切ってはいるんですけど、うるせえよりもよりそのストーリー性は大切にしなければいけないという、うん、だからまあ人間のその日々の営みはつながっていくみたいなね、そこら辺はすごく結構大切に書いてたつもりなので、もうこれとあれとは別なんだみたいな、まあ、そういうことは、はい、勉強しました。まああの少年漫画ってやっぱ夢ですよ。で青年誌っていうのは、まあ、現実リアルみたいなね、等身大の生活とか、うん、だなって思いますので、でやっぱりその主人公、まあ、あのうるせえやつらのあたるってちょっとあんなですけれども、それでもやっぱりその、まあ、彼なりの理想とか正義とかね、
ちょっと高いところにあるんじゃないかなって思って、でまあそれとやっぱりああいうなんていうんですかね、もう人が蹴ったら向こうまで飛んでくような、それがまあ少年漫画じゃないかなっていうね、そういうそのオーバーな表現だったりとか、でもそれはもう全て私は夢だと思ってるんで、はい、まあそれに比べてメゾン一国っていうのは本当に現実の、はい、生活です。まあランマみたいな漫画は自分はすごく前々からやりたかったっていうのがあって、やっぱり学園ものとか格闘とか、私はやっぱりジャッキー・チェンのドランクモンキーにすごい憧れて、ああいうものもやっぱり描いてみたかったので、まあ、それはすごくまあ、コミカルなそのカンフーみたいな、うん、それは本当にやりたかったことです。あとやっぱりその、まあ、男女が入れ替わるみたいなね、両方やれるって広がりが出るなっていうね。で服装もいろいろ変えられるし、結構一人で男女やるんで、そのなんていうんですかね、書き分けもすごい自分としては楽しいというかね、一人の人間が同じ服を着ているんだけれども体型が変わることで着こなしがこんな風に変わるみたいなのもすごく楽しいんで書いてましたね。柚木ひかるさんっていう漫画家さんが、私がもっと中学生だったか小学生だったか忘れたけど、なんか漫画描いてて、そういうやつすごく面白かったんですよ。これもやっぱりある小説家の方がお孫さんとそのランマ見てて、そのお孫さんが幼くて男の子と女の子が変わった瞬間が分からなかったっていうんですよ。でこれ分からないと話にならないんで、より分かっていただくためには書くしかないんで、というわけで書いてたんですよ。ランマってくだらない話の方が好きだったりするんですけど、誰も覚えてないような、うん、だから全体本当ランマは楽しんで書いてたんで、そのオープニングの部分も相当好きですけどね、これこれこういうわけでこんな目にこんなことになったっていう、その説明自体もまあ結構くだらなく書けたんじゃないかなと思うので、そのベースができれば、もうあとは本当にそのキャラクターがを出せば、もうその器に放てば動いてくれるみたいなね、そういう感じがあったかなと。まずどうやって畳むかってあんま考えないです。連載始めたら、まあ、とにかく何というのかな、あまり終わることは、終わることを考え始めるのは本当に終わる、そうですね、2、3ヶ月前ぐらい、もしくは半年前ぐらいからどうやって畳もうかっていうことを考え始めるので、少なくとも最初はそういうことは考えないです。本当はここら辺で終わろうと思っても、まあ、ちょっとね一巻分伸びたりとか、まあ、そういうことはたまにあるケースだと思いますね、
その犬夜叉みたいなのも実は子どもの頃から憧れてた、その一つの少年漫画のパターンなんですよ。ああいうなんつうか、まあ刀抜いて、うん、でまあまあ妖怪も出たりとかね、なんかまあドロロなんかも、まあそういう世界観はあったんですけれども、まあでも、はい、やっぱり最近のインタビューで答えてるのが、どっちかというとドロロというよりはなんか八犬伝という、まああのその八犬伝的なまあなんかものの方が、まあ、自分の中ではそのしっくりくるんですけど、やっぱりそういうあのまあ冒険活劇をやってみたかった。でしかも今まではコメディをやっていたので、で今回とにかく犬夜叉でその、まあ、ボケなくてもいいというのはものすごく楽というかね、大きなコマで描けるっていうのはすごく嬉しいことで、というかレイアウトというかね、まあ、構図とか考えるのも意外と楽しかったりとか、うん、だからそれもまあ自分の憧れの一つの漫画 あのスタイルだったんでやりました。いやもう全巻持ってると言っても過言ではない、大好きなんですけど、その代わりそのやっぱりね、水木先生こそが日本に妖怪を広めた先生なの で自分とか後から書く人はそれ使っちゃダメだと思うんで、やっぱりその水木先生の書く妖怪に被らないものっていうのをこう自分で工夫して書かないとダメだなと思ってやってました。まあでも結構日本には他にも実は妖怪の本とかあるんで、アンソロジーみたいなのとか、あとやっぱりあの地獄絵図というものがあるんですよね、仏教的なね。そこから結構あのちょっとそれ見てると来るものがありますね。いや、まあ、まず軽いものに戻ったのは、まあ、犬夜叉が結構、まあ、あのシリアスな話だったので、それ続けるよりは、まあ、なんとなくそのもういっぺんそういう日々の、あと私はなんか行事とかが好きなので、その四季のね折々のだからそういうのをまたやりたかったっていうのもありますし、であと、まあ、あの輪廻転生っていうのは、まあうん、まあ、一つのなんていうんですかね、まあ、アイデアではないですけれども、でもまあ一つの設定でありましてね、うん、だからあとは、まあ、あのその中で幽霊もね、あのつまんない死に方をしたちょっと残念な人々みたいな、まあまあ、どっちかというと重くない死を扱ってるんだけど、うん、まあそういう感じでなんか、まあそんなにこうなんですかね、考え込まなくてもいいような漫画をまた描きたかったということで、はい。ですね、魔王は、まあ、結構いろんな時代がちょっと絡んでくるんですけど、まあ、全部日本のあのまあ、古くは平安時代というのがあって、でそれから今から100年前 その大正時代というのがあり、で今がありみたいな、まあ、その、まあ、あの3つの時間の中で、まあ、いろいろなことが起こり、で謎もあり、まあ、どっちかというとサスペンス風味が強い漫画ですが、すごい楽しんで書いてます、うん、やっぱりいろんな、まあちょっと謎ばらまいてて、でしかも自分がその先を考えてないからまず謎がありきなんですよっていうところもね、書いてて意外と楽しいというかね、どうやって解こうかみたいな、うん、まあそういうあの
結構いろいろな、あとまあ絵面的にもいろんな時代があるので、いろんな絵が描けて楽しいです。はい、ぜひともぜひとも読んでくださいって。ありがとうございました。ありがとうございました。